新しい家に私も一緒に住んであげる。え？私も楽しみ。いつ引っ越すの？義母と義姉はなんと私たちの新居への引っ越しについてくるというのだ。どこまで自分勝手なのだろうか。絶対に彼女たちに好き勝手はさせない。あの家だけは何としてでも守らなければ。そして引っ越しが無事に完了し、私たちは新居の家に住み始めた。そんな中、私と夫がゆっくりしていると義母から鬼電がかかってきた。買った家はどこにあるのよ。私の名前は香織、35歳の会社員だ。夫の浩太とは結婚して4年が経つ。私たちは共通の友人の紹介で出会った。そしてお互いにすぐに惹かれ合い、付き合い始めた。それから順調に交際を進めていき、2年ほど経った頃に結婚することになった。現在は4年という月日が経っているが、それでもかなり仲のいい夫婦でいられている。そんな風に幸せな日々を過ごしているのだが、私には少しだけ悩みがあった。それは義母の存在だ。義母は結婚当初から私に対しての当たりがきつかった。だがそれはただの嫁いびりで仕方のないことだと割り切っていた。しかしここ最近、義母の嫁いびりは目に余るものがある。え、お母さん急にどうしたんですか？抜き打ち調査だよ。え？そう言ってアポなしで私と夫の家にやってくる義母。母さん、いきなり来られても困るよ。あら、コウタまでそんなこと言うの？自分の母親が遊びに来たんだから温かく出迎えなさいよ。そんなことを言われても、俺たち今から出かけるところだったんだけど。そんなの来週にしなさい。どうせ大した用事じゃないんでしょ。それは確かに今日はただ買い物に行くだけだ。だがどうしてそんなことを義母に勝手に決められなければいけないのだろうか。ちょっとガウリーさん、早くお茶を出しなさいよ。お菓子も忘れずにね。私は仕方なくお茶を入れて義母に出す。母さん、お茶飲んだら帰ってくれよ。もう今来たばかりなのよ。コウタがすっかり私に冷たくなってしまって寂しいわ。誰かから悪い影響を受けてるみたいね。そう言って私をにらみつけてくる義母。母さん、俺は別に香織に何か吹き込まれたりとかしてないよ。母さんが非常識なだけじゃないか。まあ非常識だなんてそんなこと言うの？私はあなたのことを心配して様子を見に来てるのに。抜き打ち調査って言わなかったか？あ、そうそう、抜き打ち調査。そう言って義母は立ち上がって部屋の中を見て回った。その様子を私と夫はため息をつきながら見守る。やっぱり掃除が行き届いてないわね。香織さん、あなた本当に掃除が下手ね。はあ。そうやって家のことをサボってるから子供ができないんじゃないかしら。え？母さん、何でもかんでも子供ができないことにつなげて責めないでくれよ。関係終わりよ。やっぱり嫁というのは家に入って家庭を守るのが義務なんだから。いつまでもくだらない仕事をしてるから罰が当たって子供ができないのよ。本当に意味が不明だ。どうして義母はそうやって私をいびるために適当なことをスラスラと言えるのだろうか。その才能を別のところに生かしてほしいものだ。母さん、いい加減にしてくれよ。それ以上香織のことを侮辱するなら俺が黙っていないよ。何よ、どこまでもその女に汚染されてるのね。昔は聞き分けのいい優しい子だったのに。そう言って泣き真似をする義母。夫が心優しいことを利用して泣き落とし作戦に切り替えたようだ。結婚当初は夫は確かに義母のその作戦にはまっていた。それで義母のわがままを飲み込んでいたのだが、あまりにも義母は調子に乗りすぎた。仏のように優しい夫でももう許せない域に達している。しかも最近の義母は開き直っているのか、今まではこっそり私をいびっていたのを夫の前でも当たり前のようにいびってくる。夫はそんなことを目の当たりにして目を覚ましたようだ。もう義母には容赦しない方がいいと。だが夫が冷たい態度をとっても懲りない義母は相当メンタルが強い。普通ならもうここには来ないと思うのだが、いつか絶対に夫が自分の味方につくと信じているようだ。ここまで諦めが悪いとたまに私の方が心折れそうになる。だが夫はそんな私の不安も見抜いている。
私に対して大丈夫だから、俺は何があっても香りの味方だよと優しく言ってくれるのだ。そして子供ができなくても夫婦でずっと幸せに仲良くすれば幸せじゃないかと言ってくれるので、私はなかなか子供ができなくても心穏やかでいられるのだ。夫とならどういう人生になっても絶対に幸せに過ごせる、そう確信している。そして私たちは今度ついに一つの夢を叶えることにした。それはマイホームを建てることだ。これは私たちの結婚当初からの夢だった。いや、私自身で言うと10代の頃からの夢だった。だから私は早いうちから貯金をしていた。大きな家を建てる。ちょっと子供っぽいかもしれないが、その夢は早くから持っていて、だから高校生くらいから私はマイホーム資金を貯め込んでいた。学生の頃のバイト代は半分以上貯金していたし、社会人になってからも必ず給料の3割は貯金するようにしていた。ボーナスも丸々貯金に充てていたし、さらには貯金の一部を投資に回して運用するようにもなった。そのおかげで現在資産はかなり増えている。すべては理想のマイホームを建てるためだ。私と夫はすぐに工務店に行き、いろいろと相談をした。マイホームの間取りとか理想とかの要望は私は昔から考えていた。それを夫の要望も聞きつつすり合わせて、お互いが最高だと思える理想の設計図を考えた。そして時間はかかったけど、これだと思える私たちの家の設計図が完成。それからすぐに着工に入ってもらった。家が完成するまで私も夫も毎日ウキウキしていた。これから私たちの夢のマイホームが建っていくんだ。実は私たちはこのマイホームに7000万という大金をつぎ込んでいた。私の資産のほとんどを使ったので、もちろん私の中での一番大きい買い物だ。人生のすべてを捧げたと言ってもいいマイホーム。完成するまで本当にワクワクが止まらなかった。そんな中でちょくちょく現実に戻されることはあった。もちろんそんなことをしてくるのは義母だ。そして最近はもう一人厄介な人物がいた。それは義士だ。義士は最近離婚したようで義実家に戻っていた。そして義母がアポなしで私たちの家にやってくるとき、義士もついてくるのだ。一人でも対応するのが大変なのに、義母と同じくらい面倒くさい人がもう一人来るのは本当に迷惑だ。香織さんっていくつだっけ？35歳です。うわ、その年になってまだ働いてるの？専業主婦になれないなんて本当に貧しいのね。あらあら、瞳、本当のことを言ってはかわいそうよ。だって結婚して4年も経つのにずっとこのアパートに暮らしてるんだよ。貯金ができないなんて計画性がなさすぎるのよ。そうやって私をバカにしてくる義士と義母。だがブランド品で固めている義士にそんなことを言われたくない。義士は旦那さんが大手企業に勤めていたからかなり贅沢をしていた。でももう離婚して独り身なのだから、ブランド品を買い漁るようなことをしていたらあっという間に破産するだろう。計画性がないのは義士の方だろう。私はそう思ったが、言い返すのも面倒だ。夫が私を守ろうといろいろと反論してくれるが、それも体力の無駄なので、最近は夫にも聞き流すように言っている。家に入れなければいいじゃないかというコメントが来そうだが、家に入れないと玄関の前でずっと待っていたり、インターホンを何度も鳴らしたり、電話をかけ続けてきたりと迷惑なのだ。それなら家に入れて数時間の間我慢して帰らせた方がマシだと判断したのだ。だがそんな中、少し面倒なことが起きた。それは義士がトイレに行った時のこと。なんだか戻ってくるのが遅いなと思っていると、義士が興奮した様子で今に戻ってきたのだ。ねえねえ、何これ、もしかしてコウタ家建てるの？義士の発言に私と夫はぎょっとした。義士の手には工務店が用意してくれた間取りなどの書類が握られていた。ちょっと姉さん、何勝手に俺の部屋に入ってるんだよ。別に兄弟なんだから入ってもいいでしょ。それに机の上に置いてるあんたが悪いんだから。返せよ。夫はそう言って義士から資料を奪い取った。ああ、もうそんなに怒って何なの？それより相当大きそうだけど、本当に家を建てるの？義士は興味津々という顔で夫に聞いてくる。私にもちゃんと教えてよ。義母もそう言って詰め寄る。夫は口を濁したが、ここまで見られてしまっては言い逃れはできない。コウタ、話していいよ。でも、
夫は戸惑っていたが、本当のことを言わないと義母たちがおとなしくならないことは明らかだった。だから私はアイコンタクトをしながら仕方ないとうなずいた。姉さんの言う通り、家を建ててる最中だよ。夫がそう言うと、義士と義母は目の色を変えた。わあ、やっぱりすごいじゃない、こうだ。ねえねえ、どういう家なの？部屋数はどれくらいあるの？いつ完成するの？矢継ぎ早に質問をする義士と義母。お母さんたち、そこまでです。家を建てていることは正直に話したので、もうそれ以上は聞いてこないでください。ああ、なんであんたにそんなこと決められなきゃいけないのよ。そうよ、自分の息子が建てる家なのよ。親や兄弟が聞いても問題ないでしょ。嫁が出しゃばらないでちょうだい。私の発言に怒る義母と義士。すると夫が私の助太刀をしてくれた。残念だけど、香織がそう言ったならこの話は以上だよ。はあ、どうしてよ。この家の名義は香織だからだ。え、嘘でしょ。嘘じゃないよ。香織はマイホームを建てるために遥か昔からお金を貯めていたんだ。だからこれだけ広い家を建てることができるんだ。名義人である香織がこれ以上聞かれたくないって言ってるんだから、姉さんたちも諦めてくれ。義士と義母はショックを受けているようだった。まあ、自分たちが散々バカにしていた相手が家を建てたと聞いたのだから負けたような気がしたのだろう。さあさあ帰ってくれ。これ以上ここに座るって言うなら俺がそろそろぶち切れるぞ。夫にそう言われて、義士と義母はおとなしく帰っていった。コータ、ありがとう。いいんだよ、むしろすまなかった。まさか俺の部屋に勝手に入るなんて思わなくて。それはお姉さんが非常識なだけだからしょうがないよ。義士たちに家を建てることを知られてしまったのは嫌だったが、とりあえずあれだけのボディーブローを打ち込んでやったらおとなしくなるだろう。特にプライドの高い義士にとってはかなりの屈辱だったはずだ。そう思っていたのだが、私の思っていた以上に義母と義士は面倒な人たちだった。ある日、私の元に電話がかかってきた。それはなんと義母からだった。嫌な予感がした私はすぐにスピーカーにして夫にも聞こえるようにした。もしもし、お母さんどうされたんですか？こないだは、というか今までひどいこと言ってごめんね。どうされたんですか？いやね、そんなに警戒しないでちょうだい。新しい家に私も一緒に住んであげる。え？だから同居しようって言ってるの。一体何を言ってるのだろうか。ちょっとお母さんだけずるい。もちろん私も行くからね。は？電話の声が義士に変わったと思ったら、義士までそんなことを言った。いや、楽しみだわ、広い新築の家。私も楽しみ。いつ引っ越すの？勝手に話を進める義士と義母。義母と義士はなんと私たちの新居への引っ越しについてくるというのだ。どこまで自分勝手なのだろうか。絶対に彼女たちに好き勝手はさせない。あの家だけは何としてでも守らなければ。夫も義士たちの発言を聞いて呆れている。そんな時、私はとある作戦を思いついた。引っ越しは来月の8日です。そう、わかったわ。じゃあ私たちも引っ越す準備をしておくから、引っ越し業者の手配をお願いね。そして私たちを車で拾って新居まで連れて行ってちょうだい。わかりました。私はおとなしく従うふりをして電話を切った。夫は私が嘘の日程を教えた時点で作戦に気づいたようだ。私が義士たちに伝えた日付は引っ越し予定日の2週間も先だ。そのため私たちは何も気にすることなく引っ越しの準備を進めることができた。そして引っ越しが無事に完了し、私たちは新居の家に住み始めた。わあ、すごい素敵ね。外観も綺麗だし、中もかっこいいな。ここが私たちの新しい住処になるのね。これから夫婦二人仲良く幸せに暮らしていこうな。これからもでしょ。そうだな。私たちは荷ほどきを終えて日々の生活をスタートさせた。朝起きるたびに綺麗な家の中を見て最高の気分になる。ピカピカのキッチンで作る料理は楽しいし、新しい食卓だとちょっとしたものでも食事をしていて幸せな気持ちになる。本当にこの家を買ってよかった。
そう思いながら私と夫は新居での生活を満喫していた。そんな中、私と夫がゆっくりしていると義母から鬼電がかかってきた。私はそういえば今日が義母たちに伝えていた日付だったと思い出した。もしもし、どうされました？ちょっと、いつになったら来るのよ。え？え？じゃないでしょ。引っ越し業者も来ないし。あんたちゃんと手配したんでしょうね。引っ越し業者？何のことですか？はあ？何言ってるのよ。今日引っ越しするって話だったじゃない。あんたボケたの？ああ、そんなことを言いましたっけ。自分が言った嘘をあまりちゃんと覚えていなくて。は？嘘ってどういうこと？もう私と夫は引っ越しを完了させてるってことです。え？ちょっとどういうこと？私たちと一緒に住むんじゃないの？なんでそんな嫌なことを私たちがしなきゃいけないんですか？嫌なことって、ひたすら嫁いびりをしてくる義母と義士と暮らすなんて絶対嫌じゃないですか。どうせあなたたちは一緒に住んだら私をこき使ってやろうとか思ってるんでしょ？そんなことないわよ。図星だったのか、かなり動揺しているようだ。とにかく私たちはそこに住むからね。断ったって知らないから、そっちに突撃してやる。そう言って電話は切れた。一体どうやって来るのだろうか。私も夫も住所を教えていないというのに。するとすぐに義母からまた電話がかかってきた。もしもし。ちょっと、買った家はどこにあるのよ。ほら見ろ。私は笑いをこらえるのに必死だった。夫は呆れて苦笑いをしている。ああ、そういえば住所を教えていませんでしたね。そうよ、早く住所を言いなさい。住所は日本です。あ？ですから日本にあります。ふざけないで、そんなんじゃどこにあるかわからないでしょ。これで察してくださいよ。教える気なんてないんです。そんな、あんたね、嫁のくせに生意気よ。義理の家族をもっと大事にしなさい。そう言われましても嫌なので大事にはできません。もう何なの、腹立つわ。電話口で義母と義士が私に対して文句を言っているのが聞こえてきた。ああ、私ともう話したくないということでしたら切りますね。あ、ちょっと待って、ごめんなさい。ひどい態度取らないから切らないで。そしてお願い、住所教えてよ。もうこの家売ったのよ。それに私の貯金も、娘が財産分与でもらったお金も底をつきそうなの。だから香織さんに助けてもらいたいの。切羽詰まったようにそう懇願する義母だが、私も夫ももう義母たちを許すことなんてできなかった。私が口を開く前に夫がスマホに向かってこう言った。いい加減にしろ。都合が悪くなると途端に塩らしくしやがって。香織が許さない以上ここには住まわせないし、俺はもう母さんたちと縁を切る。そんなこうだ。俺にとって一番大事なのは嫁の香織なんだ。香織を散々傷つけてきたことを俺は絶対に許さない。もう二度と電話をしてこないでくれ。そう言って夫は電話を切った。私はすぐに着信拒否に設定し、義母たちからの電話を受け取らないようにした。義母たちは今頃絶望している頃だろう。だがもし私たちの新居を探そうとしても絶対に見つけることは不可能だろう。というのも私たちはこの家を建てるために私の地元の県に引っ越しているからだ。そのため私はリモートワークに切り替え、夫は転職もしてくれた。だから東京にはいないし、義母と義士たちが私たちの行方を知る術もない。ちなみにある日、興味本位で車で義実家の前を通ったら本当に売り土地の看板が立っていた。また夫は元同級生から義士と義母が一緒に地元のスーパーで働いているという情報を教えてもらったらしい。だが二人とも使い物にならなくて、おつぼねさんや店長から毎日のように怒られているらしい。今まで働きもせずに贅沢をするだけのだらけた生活をしていた二人だから仕方ないだろう。むしろそのスーパーがうまく回らなくなりそうで心配だ。一方、私と夫は新居で毎日快適でとても幸せな日々を過ごしている。子供はまだできていないが、こんな風に心穏やかな毎日を過ごしていたら自然とできそうな気がする。とりあえず私は最愛の夫との生活をこれからも楽しんでいこうと思う。とんでもなく強欲な義母と義士ですね。
というか自分たちも一緒に住まわせてもらえるなんてよく思いますよね。その思考回路がまずおかしいと思います。主さんは旦那さんとの新居での幸せな生活を送りながらたくさん思い出を作ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。